こんにちは、ジャグラーのマロです。今回は継続することの威力とサボることのヤバさ、そういったテーマで話をしていきます。ジャグリングとかスポーツとか、何でもね、仕事でも勉強でも同じなんですけれども、コツコツ続ける、継続をする、それはね本当に力になるっていうのはみんなが知っていることだと思います。だけど分かってはいるけど続けられない、そういうケースがたくさんあるんじゃないでしょうか。例えばダイエットとかは英語の勉強、何でもそうですね。その続けるっていうことだけに目を向けてると、なんとなくねサボってしまったりもするんですけれども、逆にサボるとどうなるのか、そこまでをセットで知っておくとね、やっぱりこうもっと頑張んなきゃっていう継続力につながったりしますので、今回はその考え方についてのトークですね。で、始める前に簡単に自己紹介しておくと、僕は人前に立つようになって今年で32年目、プロジャグラーとして仕事をするのも22年目になります。で、本当にたくさんね練習をしたり人に教えたりということで、継続力っていうことでは少し話に説得力があるんじゃないかなと思います。今回はねこういった考え方の動画ですけれども、具体的なパフォーマンスの練習方法とかはたくさんチャンネルに動画ありますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。じゃあ早速話を始めていきます。このね継続をするとかサボることっていうことなんですけれども、分かりやすく筋力っていうことでまずお話をさせてください。20代の頃からね、だんだんこう1年に 1% ぐらい何もしてないと筋力が衰えるとか言われたりします。もちろんね年代によってとか、どれぐらい普段体を動かしているかとかでまた変わるんですけれども、分かりやすく何もしないで普通に暮らしているだけだったら1年で 1% 筋力が衰える。で、去年より 1% 筋力が衰えた感じられますかと言ったら、多分ほとんど何も感じないと思うんですね。2年経って 2% 衰えた、でも別に何も感じない。でもね、それが20代の人が30代になって 10% 筋力が衰えた、1割、気づかないかもしれないですね、自分が運動してなければ。で、40代になって 20% 衰えた、この辺になるとお父さんとかが運動会、子供の運動会に参加して昔みたいに動けるつもりで、なんか体怪我したりふくらはぎ肉離れしたり、そういうことが起こってくるわけです。50代20代に比べて 30% 筋力が衰えてる、もう明らかにあれ年取ったかな、階段登るのきついな、なってきて、60代になって 40% 筋力が衰えている、もう20代の頃から気づけば1年に 1% 衰えただけですけれども、もう半分ぐらいの体力になってしまっているわけですね。その時には愕然とするけれども、どうしようもない、たった 1% 1年でも必ず年を取ります。毎年毎年少しずつ積み重ねるとそういうことになってしまうわけですね。でも逆にその1年で 1% じゃなくて、ちょっと頑張って軽く運動して減少するのをマイナス 0.5% に抑えられたとしましょう。半分ですね、たった 0.5% の違いです。でも60歳になるまでの40年間で半分になるってことは、衰えは 20% だけで抑えられるわけですね。何にもしないで 40% 衰えた人と 20% に抑えた人と、これはもう 20% 違うっていうことは、何もしてなかった状態に比べれば 20% パワーアップしたのと同じなわけですよ。 0.5% に抑えたっていうことは、60代の時に標準よりも2割体力が多い、そういう状態にできるわけですね。でも逆にこの60歳の時に、もう衰えた、よし、じゃあ今から若い時の体力を 20% 取り戻そうって運動して取り戻せますかって言ったら、かなりきついですよね。1年で 1% 減る、それを止められなかった人が60代になってから 20% 戻そう、よっぽどねライズアップみたいなところとか、厳しいトレーナーと一緒に練習するとかじゃなくて、個人の意思では、ほぼ不可能に近いと思います。それが本当に少しずつ衰えていく、サボっていくっていうことの恐ろしさですよね。柔軟性とかもね、例えばこう足が180度開きますみたいな人も、1年で1度硬くなったっていうだけで、40年例えば40度硬くなって、180度だった人は140度ぐらいになるし、130度ぐらいだった人は40年経てばもう90度しか開かない、そういう感じになってしまうわけですね。だとにかくこう少しずつサボっていくっていうのが、ほとんど自覚もないけれども、ちょっとずつの衰えは後でものすごい大きなことになる。でも逆に今度はその継続することの力っていうことですけれども、 1% 減るんじゃなくて 0.5% マイナスに抑える、たったそれだけで、時間が経つにつれてどんどんそれは大きくなるわけですね。ちょっとした運動習慣で、もちろんねプロとかアスリートになるみたいな、ちょっとずつ向上していこうっていう人は、年を取ってもさらに向上することができたりしますけれども、そうじゃなくてね、本当に軽いもの、きつくないぐらいのことで、多くの人がこう続けられないのはやっぱりいきなり頑張ろうとしすぎるんですね。ダイエットとかでもいきなり今月3キロ落とそう、今月5キロ落とそう、来月までに10キロ落とそう、結構きついですけれども、例えば今月 100g だけ、 0.1 キロです、 0.1 キロ1ヶ月で落としましょうっていうのはできそうかなって思いますよね。で、このできそうかなっていうのが本当に大切で、 0.1 キロ落とすことができれば1年間で 1.2 キロ減りましたっていうことなんです。大したことないかもしれないけれども、5年経てば6キロ痩せるわけですね。10年経てば12キロ、
ロ、まあ、12キロ落としたら結構ですけれども、でも1ヶ月でまあ100グラムぐらいだったら健康的にもそんなに問題はないし、そのペースをね、そんな12キロも落とす必要ない人多いかもしれないけれども、でもそれぐらいでも確実にやっていけば10年あれば12キロ落とせる、まあ、5年で6キロ落とせる、結構大きな差ですよね。まあ、これならできるかなっていうこと、ただし継続できるか、ここなんですね。いきなり短期間スパートしようと思ってもそれこそリバウンドしてしまったりとかもあるし、とにかくこう継続すること、さっきねちょっとこの柔軟性の話みたいなしたんですけれども、例えば足が130度開く人がいます、体が硬いなと思ってもそれをね1週間にいきなりもう180度に近く頑張ろうと思ったら、いてててってなって、いや無理無理って諦めるしかないんですけれども、1週間にたった1度足を開こう、これならできると思うんですね。もう1度なんて手で表現できないぐらい、1ヶ月で4度ぐらいですよね、これぐらいとか。これならまあ毎日少しストレッチして、たった1度足をねもうちょっと開けるようになろう、これならできるかな、1ヶ月で4度、これぐらい、まあこれならできるかな、感じると思うんですが、1年間は52週間あります。なのでもしこのね、130度開いてるみたいな人も52週間、52度開けば1年間で180度開くことができるわけですね。それはもちろん理屈の話なので、そんなに簡単にいかないってことあるかもしれないけれども、じゃあ1週間で 0.5 度でいいわけです。1ヶ月で2度、たったそれだけでも2年あればやっぱり50度開ける、180度に届く、これがね本当に継続することの力。いきなりガンって伸ばそうとすると大体、まあ、続かない、燃え尽きてしまう。だけど本当に続けられる努力、たった1度、1週間にたった1度ね、本当に小さなことを積み上げられるか、逆にその体力みたいなものとかね、いろんなこう知識みたいなものもやらない、目に見えないぐらいのじわ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 ルーティンワークで、まあなんとなくこれでいいかなって仕事にしてもやっていくと、どん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 能力も下がっていくし、でも本当に少しずつ頑張って積み上げようとしている人とはこう下がっていく方、 40% 下がる人とそのままの人と、 40% 上がる人と全然違う未来が待ってるわけですね。でサボるとこっちに行ってしまう、気づかないけどここから戻すのは本当にきつい。それを思うとね、そうか、じゃあまあ少しずつ無理のないレベルだけど、やっぱり積み上げていこうかな、そういう意識も持てるんじゃないかなと思います。はい、ではこれで今回の話は以上です。この話少しでも良かったな、参考になった感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。本当にね、皆さんの高評価が僕のモチベーションになりますし、皆さんの反応があると、こういう動画も参考になるのかなということで、次に出す動画の参考になります。またね、僕が海外のサーカス学校で学んだ役立つ情報とかどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録もして一緒に練習していってください。では今回も動画をご覧いただいてありがとうございました。